ケミカルミストまで持ち出すなんて、明らかに組織的な犯行。しかも私たち、特に楓さんに対しては執拗に攻撃を仕掛けてきた。あの署員は全くの偽物、濃硫酸のプールに飛び込んだらしく、身元は未だ不明。さらにベターマンが何者かと戦ったとみられる痕跡すら見つかった。なんとか全員回復できたものの、敵の正体はつかめず。軽量にして丈夫、おまけに反射率 99.9% 以上、新開発の瞬間蒸着プラスチックミラーだぜ。これが26枚も？ああ、まだ市販されてないんだけど、兄貴のツテを頼ってさ。なんでもミラーコーティングとかいう技術からスピンオフされたもんらしいぜ。これならデジコのウェルカムトゥミラーハウスも大丈夫そうね。ほんと肝心の鏡が揃わないって聞いた時は焦ったもんな。後先考えずそんな企画出すからよ。だって上司もあの時は賛成したじゃんか。だってあの時はまさか準備の目処が立ってないなんて思わなかったもん。ヒューヒュー、また夫婦喧嘩か。バカそんなんじゃないって。そうよ、こんな人私の趣味じゃないんだから。へっ、どうせ俺は単速単純単細胞の 3T でございますよーで。そこまで言ってないよ。みんな見て見て、待ってるにゃん。やっぱ猫耳にメイド服、これだよな。かわいい。ヒノキの衣装はこれね。おお、萌え萌えタッチ。タブランス、ちょっと派手すぎじゃん。私一生懸命作ったのに。ほらほら、キノピの顔立てて着てあげなよ。でも、はい、ヒノキよろしくね。よし、それじゃあ明日は本番よ。ウェルカムトゥミラーハウス、待ってるにゃ。じゃあ男子は鏡のセッティングよろしくね。了解ゲーマー。なるほどな。初期型ティランの時も例の夢の時も何者かが楓を欲しているようでした。最大の問題はそれだ。楓ちゃんを狙っている何者かってのが一体どこの誰なのか。
モディワープの方じゃ何か掴んでないのか。いえ、今のところ何も。どうした？ああ、凱旋だけど、よく聞き取れなくて。ハイデちゃん宛てで超人なんとかって。あ、超人同盟？ああ、それそれそれです。もしもし。おお、その声は宮古くんじゃないですか。先生ですね。楓さんに何の用です？あなたと私の仲です。率直に申し上げましょう。我が社は楓さんをヘッドハンティングするつもりです。ヘッドハンティング？そう、悪い話ではないと思いますよ。給料は現在の10倍、ボーナスは年2回で6ヶ月分をお支払いするのですから。あなたという人は。勘違いなさらないでください。これはビジネスのご相談なのです。3機ものティランを差し向けたり、私たちに悪夢を見せたり、さらにケミカルミストまで使って撹乱してきましたね。それがあなたの言うビジネスなんですか？どうしたの？アサミさん何怒ってんの？しっ、ともかくビジネス上の筋は通したい。この次は楓さんに直接ご連絡を差し上げることになるでしょう。それでは。一体何の話なんだ？すべてお話しします。いいよいいよ、まるで本物の迷路みたいだぜ。じゃあ俺たち食い物とか買い出しに行ってくっから、よろしく。はあ、よし、あとひと踏ん張り、踏ん張り、踏ん張り。あいたーと。あれ、出口どこだっけ。電気良すぎだよこれ。ケイちゃん中にいるの？マジで迷っちまったぞこりゃ。何があったの？出口が見つけられねえんだよ。もうバカなんだから。待ってて、今行く。で、その怪人だか同人だかの同盟連中がなんで楓ちゃんを欲しがるんだ？株式会社超人同盟、ここ数年企業コンサルティングや R&D で奇跡的ともいえる業績を上げ、めきめき頭角を現してきた総合情報商社です。その調査内容は正確無比、企業のみならず大物政治家も彼らの顧客リストに含まれているそうです。ダウジングを使いこなすカウンセラー集団ともいえる彼らの業務拡大のために、楓さんの能力が必要なのかもしれません。それが今まで謎に包まれていた敵の正体なんですね。だろうよ、超能力を利用した商売か。それでわけのわかんねえ精神攻撃もできたわけだ。相手は企業ぐるみです。これからモーディワープのエージェントに会うのも、ひとまず今後の方策を協議するため。僕は彼らを許しませんよ。初期型ティランを誘導したのも彼らだとしたら。寒いよ寒いよ兄さん。人の心をもてあそぶ悪魔どもめ。そう、くそ、またアルジャノン絡みか。おじすぎの割にはやけについてやがるの。遅れずにホタルイカにつけそうですね。
ああ、ううう、楓、なんかこの車ふわふわしすぎて酔っちゃったみたい。電子制御のリアクティブ作動を使ってるからな。後ろで休むか。そうする。あれ、こんなに長かったっけこのトンネル。さくらは連れてこない方が良かったかな。大丈夫か。じゃない。どうしたの。いや、なんでもない。連合屋に送り込まれる映像、体制感覚屋によって得られる感触、それら脳内ハイウェイのどこかに直接実在し得ないはずの疑似情報が送り込まれている。生き霊やドッペルゲンガー、幽体離脱などは神経系の誤作動が原因とされているけど時に理屈は無力なものです。あなたはいつもそうなんですね。怖いか。概念という形で状況を認識していないと、いても立ってもいられないからすぐに理屈をつけようとする。いえ、私は生体移行学者としていろんな国で見てきましたね。飢えて次々に死んでいく子供たち、伝染病に苦しむ叫び続ける老人たち、だからあなたは逃げ場を作った。移行学という名の逃げ場。ショウ、お前は卑怯者だ。なぜそんなことを。いや、そうだ、だから俺はこの手でケイを殺したんだ。違う。そうやってすぐ自己の評価の身高めようとする。お前はとんだ詐欺師野郎だぜ。今ようやく分かった。私がなぜショウを愛したのか。子供の頃から恐れられ疎ましがられてきた。だから本当の自分を隠した。忌み嫌われる能力と一緒に自分の心も隠した。もう一人の自分を演じながら心の奥底では救いを求め続けていた。ショーも私も心は同じ。我慢するのはやめな。我慢なんかしてない。あちこちからクソみたいな言葉が聞こえてくる。自分の言葉が聞こえなくてゲロを吐きそうになる。そんな毎日に嫌気がさしてきてるだろう。生まれつきだから。泣きわめいていいんだぜこのブス。ざまねや、いろいろやりすぎて女房に見捨てられやがって。ああ、
やめときゃよかった。資金繰りに苦労してたんだよな。子供の養育費すら滞ってたもんな、あの頃は。やめときゃよかったんだよ。ラミン、未だ菩提寺の行方はわからない。この先は危険だ。彼らなくして希望は守れない。私は行く。邪界思念の源を探してくれ、生命。仕方ない。長いね、このトンネル。長いね。え？今のは？気にしない、気にしない。幻覚か？いや、実体だ。認識こそが事実なら。どちらも本体ということ。ヘクトフレース、ルブルム。意識下に映し出されし鏡像。しかし、それが知覚されたものである以上、鏡像も実像もそこに存在する本体だ。その目的も表裏逆。自分から逃れる術もなし。力も互角、知恵も互角。ならば答えは一つ。自らを超えるのみ。直接来る刺激。自らの内部組織が私を攻撃しているのは事実。倒すべきは己の中の敵。出口はどこだ。今こそルーメの実を使え。邪魔をするな。使え。やめろ。自分自身を打ち砕くか。自滅は敗北と同じだ。どうやって己に勝利する。勝利する必要などない。お前は現実的すぎた。そして夢をなくした。一つの夢はなくした。だがまだ全ての夢を捨てたわけじゃねえ。嘘だ。いや、だからこそ俺は赤松工業を守り続けたんだ。単なる社長の義務だろうが。義務なんか感じてたら株式会社にしてるぜ。俺の夢を託す場所、俺の希望の砦、それが有限会社赤松工業だ。あなたは生体移行学に救いを求めただけ。怖かったから。何かにすがりつきたかったから。いいえ、生体移行学は私に見えざる恐怖に打ち勝つための力を与えてくれた。でも皮肉なことに、それが新たな恐怖を生んだのです。新たな恐怖。ダイブインスペクション。私は何かを知っている。いいえ、あなたは一生見えざる恐怖に怯えて暮らすのです。いいでしょう。私は恐怖と共に生きます。見えざる恐怖も私の一部として迎え入れましょう。怖いんだ、自分が脳なしの烙印を押されるのが。だから人の力も使う。弟だって踏み台にする。そうだ、それが僕の能力。それなしで僕の存在理由はない。あ、ショウ、私もあなたの能力を必要としてる一人よ。ショウが私の帰る場所だから、私はここにいることができる。てめえの言葉は他人の言葉ばかりだろうが。え、自分の言葉はどこにあるんだよ。見つからない。違うね、最初からねえんだよ。見えない文字ばかり読んでいるうちに、お前は自分の言葉をなくしちまったんだよ。そうなのかな。お前はいい子ちゃんぶってるだけのつまらねえやつなんだよ。ありがとう。私に自分の言葉をこんなにたくさん聞かせてくれて。Thank you.
表裏一体。我らは一つの子の中に存在する共存。我らは共生すべき細胞。ラミアよ。アキラロ。己を受け入れ、己を信ずる見事なりラミア。案ずるな、生命はこのパキラが救った。敵はカンケルにあらず、敵は人なり。人共造近くダウジンクを逆にたどり攻撃してきたか。新たなるベターマン。決定的瞬間、文化祭前日ラブラブヒートアップ作戦大成功。何なのよこれ。お前らこの間のキャンプで揃ってエスケープしたからよ、ラブラブ度をみんなでかけてたんだよ。 120% ラブラブって感じ。ラブラブってもうやあなたの正面、後ろは誰？